はいどうも、以前ね、百チェで、まあ、ダークグリーンマイカをなんとかできないかなって話をしたときに、ウレタンクリアがペリペリ剥がれてしまったという、そういう話をしました。まあ実際剥がれたんですけど。で、その後にですね、先輩にですね、まあウレタンクリアのことをね、いろいろ教えてもらった先輩に、ちょっといろいろ聞いてきました。で、その話をちょっとしていこうかなというふうに思います。コメントの方でもね、ウレタンクリア剥がれちゃったみたいな話をね、していただいた方もいらっしゃいましたけども、まず一つ目、まあ、自分の場合はこうやってデカール吹いたら一回 EX クリア吹くようにしてるんですけども、塗料が乾ききっちゃったらダメらしいです。っていうのはその塗料が表面がね、乾ききっちゃうと上に乗せるウレタンクリアがカチカチの上に乗っかるっていう風になると、もうそれでまず定着しない。まあ、もともとウレタンクリア定着しづらいんですけども、まあそもそも素材も違うしね、ラッカー塗料の上にまあ塗ってるわけですけども、でだからクリアを一回拭いてあげれば、それが乾ききる前に乗っければ定着してくれるよ。そのクリアがつなぎの役割を果たす。ただし気をつけないといけないのは、乾いてしまってからっていうのも、その乾くの、こう、なんて言ったらいいの？定義がまたちょっと難しいところではあるんですけども、例えばこう表面をね、触って、例えばこう指紋がつくような、そんな感じだと、そんな状態でウレタンクリアを吹いちゃうと、今度は何が起きるかっていうと、クリア層が、このウレタンクリアの中で縮んじゃうから、それに合わせてウレタンクリアも縮んじゃうっていうことが起きる。だからそこまで乾かしちゃダメっていうのがちょっと難しいところかなというふうに思います。まあ、自分の場合だと EX クリア吹いて、まあ、早い時だったら1時間とかそこらでもバーってその上のウレタンクリア吹くような感じになってるんですけど、してますけど、多分それぐらいならいけるんじゃないかなと。まあ、もちろんね、そのクリアの吹く量だとか、吹き方だとか希釈具合だとか、そういったものによってももちろん変わってくると思います。二つ目、足付けをしようということです。どういうことかというと、そもそも塗装というのはこの上にね、まあ、塗り重ねていくものなんですけど、そこにちゃんと傷をつけてあげる、傷をつけるって言い方あれですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、やすってあげたりするっていうのも簡単に言うと傷をつけることですよね。で、傷をつけてあげれば、そこに塗料がくっつく面積が、例えばこういう平たい面積にこうやってやるのと、こういう風にね、ひだっていうか、まあ、こう、ダクダク、こう、何、段差っていうか、まあ、表面積を増やしてあげれば、その分だけ張り付く面積が増える。だから基本的には足付けをしなさいよと。足付けをしようよと。そういうことを教えてもらいました。だけど、ここで聞いたんですよ。実写だったら、例えばこういうプレスラインとかもね、まあ普通の紙ヤスリとか、そういった、まあ、なんでもいいですけど、ヤスリとかで、まあ磨くことはできますけど、プラモの場合だと、ヤスリ掛けしようとしても、こういうプレスラインの奥のところとか、こういうところってなかなかこう、つけられないじゃないですか。どうしたらいいですかねって話をしたんですよ。で、実写の場合だと、紙ヤスリの、こう、ヤスリ面と反対側にスポンジをつけて、スポンジが、こう、ボディに、こう、馴染むことで、磨くことができる。でも、それって難しい。プラモだと24分の1だから難しいですよねって話をしたら、メラミンスポンジ使ってみたらどうよと言われました。ただ、これは先輩も実際にやったことがない。ただ、理屈上は、これでいけるんじゃないか。メラミンスポンジっていうのは簡単に言うとすごい細かいヤスリと思ってもらえればいいと。だから、これで擦ってあげれば傷つけられるんじゃないの？あ、ちなみにこれ EX クリア一回拭いてます。で、このメラミンスポンジぐらいの、傷の深さだったら、ウレタンクリアのクリア層で傷が埋まるよ。
だから細かいヤスリを当ててあげるときに、こういう風にしてあげれば全体にかけることもできますよね。でスポンジだから普通だったらヤスリでは入らないようなところもこうやってかけることができるんですよ。だからこれで足付けをしてあげるっていう方法はどうよということを教えてもらいましたので、ちょっとやってみようと思います。まあ、今回は前回と違って EX クリアを吹いてるので、ちなみにこれ吹いたのはね今日の2時ぐらいかな、で今が4時、まあ5時ちょっと前ぐらいなので、まあちょっといつもよりは時間長めに置いてはいますが、ちょっとこうやってヤスリがけ軽くね、これ全然力入れてないですよ。力入れちゃったら傷が深くなっちゃったりとかするかもしれないので軽く、でデカールがねもちろんね削れちゃったらいけないのでその辺も考えてます。でソリッドカラーの場合だったら、まあ別にクリア吹かなくてもこれで傷つければいいよって話ですけど、例えばその今回みたいにねメタリックカラーとかだったりした場合はクリアを一回吹いてあげてからやってあげればいいんじゃないのということを教えてもらったので、ちょっと実験も兼ねてやってみましょうか。これでじゃあねこの状態でウレタンクリアを拭いていきます。今キズキズでしょ、でも拭いてあげれば問題ない。汚れがあるけどこれはまた研ぎ出しでなんとかなるでしょう。でいきます。まずはセクリアというかラックイズですよ。ホコリが噛んでも自分は気にしません。で拭いていきます。剥がれないと思うんですけどね、どうだろうね。一回ずつ噛んでるけど、まあメラミンスポンジのカスというか、まあ、本当は一回洗ってあげた方がいいと思いますよ。自分は異物噛みはしてないでね、ずっとずっとなんて白いのって、うん、そうなんだけど。さあどうなるでしょうか。ちょっと作業のねバタバタがあったりとかしたので、本当はマスキング剥がすところをお見せしてこのドキドキ感をお伝えしたいっていうところもあったんですけど、ちょっと今ごめんなさい他の作業もあったりとかして。全然ちょっと回ってかない状態だったので、もうちょっと急いでもう組んじゃいましたけども、確かに定着は良くなりましたね。事実、ミラーの、自分いつもね、ミラーをこうくるくるって巻いたマスキングテープの上にペタって貼って、で塗装してっていう風にやるんですけども、そこの、まあ、どうしてもウレタンクリアがそのマスキングテープのところにね、伝わるような感じになっちゃって、で、まあ膜みたいな感じになっちゃったりとかするんですよね。まあそのマスキングテープで止めてる固定してるあたり、そこを剥がすとき少しピルってきました。だけどボディに関してはそれ、まあとはいえ、今回がたまたまというか、まあもちろん足付けしたことによってねだいぶ変わってるとは思います。前回はそれペロペロめくれ、だけど同じ塗料を使ったケンメリには関しては問題なかったんですよね。上塗りはケンメリ同じ塗料を使ったので、ケンメリのレーシングコンセプトなので、単純に拭き方の問題なのか、あとは乾燥させる時の気温だとか、
そういったことも問題になってきたりするのかなとか思いますが、まあとりあえずその今回はね、そのメラミンスポンジで足付けしてみたらどうなるのっていう感じだってやってみたので、やってみましたが、問題なく傷もね、あのクリア拭くことによって消えますし、これあの普通にウレタンクリア拭く時もいつも通り一回砂拭きやってからブシャーって塗った、ブシャーってブシャーって塗ったっていう風なので、塗り方は一緒です。なのでまあそれでもね、あのちゃんと傷は消えますんで、まあ傷は消えるって言ってもその後の磨きで傷ついちゃってるんですけどまあとりあえず、まあそういうメラミンスポンジで足付けするっていうのもまあ一つの方法かなっていうことは思いましたので、今回ね、ただね、メラミンスポンジでやった後に一回洗った方がいいですね。メラミンスポンジのそのなんて言うの、あの粉というか、どうしてもねポロポロ剥がれてくる、まあそれもメラミンスポンジによって違ったりするのかもしれないですけど、その辺考えると一回洗ってからやった方がいいと思います。かなりホコリ入りました。ホコリが入ったっていうか、もう静電気でねくっついた状態になっちゃって、まあ、とりあえず研ぎ出しでなんとかしましたけども、そこら辺は一回やった方がいいかもしれないですね。というわけで今回は、ウレタンクリアの前に一回メラミンスポンジで足付けをしてみたというお話でした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは。